ロイヤルパークホテルは東京都中央区日本橋柿柄町に所在するシティホテル。三菱自所グループが展開するホテルチェーンロイヤルパークホテルズのフラグシップホテルである。1989年6月1日、東京都中央区の東京シティエアターミナルに隣接して開業したサミットホテルズリゾーツと提携している。 20階建て高層ホテルで客室数は406室。標準タイプの客室の広さは26平方メートルである。12階から18階はエグゼクティブフロアとなっており、20階のエグゼクティブラウンジが利用できる。9つのレストラン及びラウンジバーのほか、プール、フィットネスクラブ、エステティックサロン、日本庭園、茶室、デリカテス線がある。 株式会社ロイヤルパークホテルはロイヤルパークホテルを運営する企業である。ロイヤルパークホテルの敷地を所有していた1889年設立の倉庫会社が当社の前身である。三菱辞書は1972年に中央開発観光株式会社に称号を変更した際に出資し、1980年の増資で筆頭株主、百八十六年の 増資で出資比率は約40%となった。1989年にロイヤルパークホテルを開業した。その後、三菱辞書は他の株主から株式の取得を進め、2021年3月時点で出資比率54.4%で連結し会社、他の株主は33社となっていた。2021年8月1日に当社と、 三菱辞所の株式交換で三菱辞所の完全子会社になる予定である。ありがとうございます。